デッドリフトの犯しやすい5つのミステイクで、今日はデッドリフトいろいろ種類がある、スモーデッドリフト、まあ、普通のコンベンショナルデッドリフト、今日はルーマニアンデッドリフトといって、まあ、俗に言うナロースタンス、足の幅が狭いデッドリフトを説明するけれども、足の幅が狭いスタンス、これはどれぐらい狭いかというと、この腰幅、自分の腰幅のところにかかとが来る広さでセットアップすると。でこれが広すぎると手をこうやってバーベルを握るとこれ膝にぶつかっちゃうので、この腰幅だとちょうど膝のすぐ横に手がポジションすると。なのでまずはスタンスが広すぎない、自分の腰幅で足幅を決めると、今度はグリップ、グリップはさっき言ったように上げバーベルを引いた時にこれが手がこの腕が足にぶつかっていると上げにくくなるので、このすぐ横でこのように握ると。でデッドリフトの競技をやる場合、オルタネイトグリップといってこのように左右、交互に握るやり方があって、これは、まあ、手を握力がこのように握るとこう滑ってバーベルが高重量で落ちてしまうことがあるので、このように、オルタネイトグリップというのがあるんだけれども、これをやる場合は、採用する場合はボディビルで筋肉を発達させるためにやる場合は、こうやると当然左右刺激され方が微妙に異なるので、まあ、まず最初のセットこれでやったら今度反対にするなどのように、まあ、左右、順番にやらなくちゃいけないと、まあ、オーソドックスにこうやって握る人はねこのまま握ればいいんだけれども、オルタネイトグリップをする人は左右変えながらセットずつ行うということがまず大事。3番目のデッドリフトでミステイクは腰が丸まってしまうと。で足幅決めて手幅決めて、このバーベルを引くときに背中が曲がってしまう、これやるともう腰痛めるので、まずここで気をつけることは胸を張って前をまっすぐ向いてそのまま立ち上がると。胸を張ったまままっすぐ上げると。胸を張るということを関連してるんだけれども、4つ目のミステイクは肩甲骨が寄ってないで肩が前に出た状態でデッドリフトを行ってしまうと。足幅決めてグリップ、そして胸を張って、その時に肩甲骨が寄った状態で引くとまっすぐ引きやすい。これが肩が前に出た状態だとどうしても背中が丸まった状態で引いてしまうので、胸が張って肩甲骨寄った状態で動作は行うと。5つ目のミステイクは、これは完全にミステイクというわけじゃないんだけれども、膝が伸びた状態でデッドリフトを行うと、どちらかというと背中というよりはハムストリングスのトレーニングになるので、もちろんこれ間違いじゃないんだけど、今日はルーマニアンデッドリフトといって背中、下背部をトレーニングする種目なので、膝を曲げて行うと。膝をこのように伸ばした状態で上げると、これはスティフレッグドデッドリフトといってハムストリングスを鍛える種目。それに対して今日行ったルーマニアンデッドリフトは腰を落として胸を張って背中を